なんだよ、ハト。水臭いな。ああ。ああ。ハト？大腸さんか？いいぜ、入ってくれ。よう、大腸さん。どうしたんだよ、ハト。何かあったのか？あ、いや、なんでもねえよ。その、呼び出して悪かったな。おかしいな。いつもの初穂らしくないぞ。確かにな。何かあったのかな。ちょっと聞いてみるか。まあ位置的にね、まあ真ん中なんだけどさ、なんかちょっと卑猥な位置にあるよね。いや、ここ腕だから、胸じゃねえから。胸の範囲ひご。顔と胸と、いや顔と胸しか、ああここも一応あれなのね。ああ健康上の悩み。もしやと思ったけど、あ結構選べるね。あ結構、いや何を言ってるの。じゃあまあこの辺から行ってみますか。これは初穂の日記。よし、これなら初穂の悩みを探し出せる。探し出すんかい。おい大腸さん、あんま人のものをジロジロ見ないでくれ。だよな、やっぱり日記は見ちゃダメだよな。うん、眠れないんですか。一緒に寝ますか。よく眠れないとしても眠れない理由は何なんだろう。ああ関係ないか。だるまにどんな目を描くか悩んでいる。さすがに、いやそれはねえよ、それはねえ。そんなわけないだろ。もっと真剣に考えろ、考えろ清十郎。はい、確か以前言っていたな、神社に帰って家を継ぐって。うん、まさかその話が今ではない。じゃあ恋の悩みですね。でも恋の悩みを俺に相談するとも思えないな。今のところ推理ゼロですね。何も合ってないですね。はい、ああ初穂、何かあったのか。別に何もねえよ。悩みがあるなら俺に言ってくれていいんだぞ。いいんだぞ。もうなんて言えばいいかわかんねえよ。いやっていうかね、悩みねえとか言って呼び出さねえから。あ、もうあれかな、一つしか選択できないかな。タンス大丈夫だね。はい、まさか神社に帰るって話が本当になってしまったんだ。もしかして初穂、例の実家に帰るって話が本当になったんじゃないだろうな。もしそうだったらどうするってんだよ。おい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 、お前そんなお前絶対に返さねえよ。絶対に返さない。初穂は花組に必要な存在だ。そうかい、ありがとよ。素直に嬉しいぜ。だろ。でも安心しな、実家に帰るなんて話はねえからさ。あ、なんだよ。よかった、安心したよ。なんだよ。どうもよくわからないな初穂、一体どうしたんだ。何を悩んでる。なんかさ、参っちまったんだよ。私は何もできないなってさ。私たちは上海歌劇団に勝った。うん、ほんとすげえことだと思う。うん、でもさ、私なんかいなくても花組は輝けるんじゃないのかな。
何を言ってるんだ。私には何にもない、何にもないんだ。どうした急に。なるほど、みんなの活躍を見て自信を失ったというところか。初歩だけが持っている力に気づいてもらう必要がありそうだな。まあね、うん、胸とかごめんなさい、やめて、それさ、ちょっと気になる、ちょっと気になるな。かんざしが気になるのか。ちょっと変わってるからな。これはうちで売ってる宝具のかんざしでさ。宝具、立派なご利益があるんだぜ。へえ、どんな。紙をまとめるように人と人の縁をまとめてつないでくれるのさ。かっこいい。てっきり天気雨とか言うのかと思って。そうなんだね。これか。うちの神社じゃ綱たすきって言うんだけど、変かな。変ではない。いや、そんなことないよ。初穂の切符の良さをよく表していると思う。切符がいいか。なんかすげえ、すげえ、なんも言えねえ。なんとなく目がいってしまうな。おい、どこ見てんだよ。え？いや、え？たく、スケベな隊長さんだぜ。そしてすぐうつむくあたりね。ちゃんと答えてあげようぜ。そんなに塞ぎ込んで、いつもの表情豊かで楽しい初穂はどこに行ったんだよ。そうだよ、私だっていつも楽しいばかりじゃねえよ。これだけまだあれだな、逃げるんだな、逃げるんだな。また見てやがる。ごめん。仕方ねえな。ごめん。今だけ、ちょっとだけ特別だ。お？特別？なんで？なんで？なん？ちょっと待とうぜ。ちょっと待とうぜ。落ち着け俺。切符がいいって言われてもな。そんなの何の役にも立ちゃしないぜ。初穂のその人柄が周りを明るくしてくれるんだよ。十分みんなの役に立ててるじゃないか。そうだよ。そうかな。ちょっと赤くなってる。いいね、いいよ。もしかしたら俺と初穂の縁もそのかんざしが結んでくれたのかもしれないな。まあそれはそうかもしれねえな。なんで散々胸見といてそんな生きのいいこと言えんのこいつは。表情豊かといえば、アツホは話す言葉もいろいろと表現豊かだよな。口が悪いのは生まれつきさ。悪いけど諦めてくれ。お、まだいける。確かに口が悪いところもある、あることはある。俺はそんな気にしないけどね。口が悪いといえば悪いけど、不思議と嫌な気持ちにならないんだ。
アツホの場合。そうか。それならいいけどさ。それもアツホが正直だからだよ。みんな分かってる。うん。毎回思うけどさ、なんであの悩み相談のはずなのに口説いてんの？てか、はい、細かい傷が多いな。ハツホの腕よく見ると細かい傷ができているな。見るなよ。さくらみてえな綺麗な手じゃないんだ。その大道具をいじったりしてると時々引っ掛けたりして、どうしてもさ。はい、そういうところいいと思います。はい、そういう恥がいがいいと思います。細かい傷は確かにある。だが美しい傷じゃないか。舞台のために力仕事も厭わない。そんな初歩をみんな頼りにしてるんだよ。いや、胸と腕どっちが怒られるかっつったら俺は胸だと思うんだけど、見るなって。恥ずかしいことばかり言いやがって。確かにその通りだが、拳さえも初穂の心を表してるんだと感心してね。バカかよお前は。絶対口説いてるよね。絶対口説いてるよね。おっと、これはもうあと胸に行くしかないな。今だけは特別だと、だったら思い切って。おい。車に構えた。何するつもりだよ。たっくん、油断も隙もねえな。と言いつつ、ちゃんと元の位置に戻る。はい、じゃあまあそろそろね。はい、他の人にはない初歩だけが持っている力、それは自分には何もないって言うけど、初歩には他のみんなにはない力があるよ。他のみんなにはない力？なもんあるわけねえだろ。元気づけようとしてくれるのは嬉しいけどよ、そんな適当なこと言われたって。適当なんかじゃない。いいか、初歩、君が持っている力、それはみんなを笑顔にする力だ。みんなを笑顔にする力だ。初歩だけの素晴らしい力だよ。そんなの戦いに必要ない力だろ。いや、モチベが上がる。ああ、そうかもしれない。だけど笑顔なくして人は生きられないんだ。みんな初歩に元気をもらってる。初歩は花組の太陽なんだ。お前は太陽だ。ありがとよ隊長さん。あんたの言葉で何か救われた気がする。よかった、少しは元気づけられたようだ。あのさ、もっと近くに行ってもいいかな。抱きついていいぞ。もちろんだ。何も遠慮することなんてない。そこで、ああ、持ち込んだって普通に言うのも、隊長さん、教えてくれ。あんたの目には私はどう見える？どう見えるって、なんと言えば俺の素直な思いを初歩にぶつけるしかないか。落ち着け俺。胸が選べないぞ。この後に及んで。髪と目と顔立ちと口と、じゃあ上から行こう。美しい感だ。
綺麗な髪だ。初穂の髪、俺は好きだよ。あ、うん。ありがとうな。そんで、そんで、そんで。なんだよ。そんなに見つめられたら、参っちまうよ。参っちまえ。いつものような雰囲気じゃないけど、元気出たのかな。なあ、初穂。やっぱり、まだ自分に自信が持てないか。そんなことないぜ。あんたに、私の力を教えてもらったからな。ただ、今は、近くであんたを感じていたいんだ。それだけだよ。ほう。ほう。ハツホって、近くで見ると、整った顔立ちだな。こうして間近で改めて見るとさ、ハツホって、めっちゃ近くに行くじゃん。意外ってなんだよ。これでも小さい頃から東雲神社の女神様って言われてたんだぜ。そうだぞ、十分可愛いぞ。ん？増えたな。頬が赤くなってる。熱でもあるのかな。ね、熱はねえよ。でもほっぺたがさ、熱くて変なんだ。なあ、隊長さん、あんたの手で触れてくれないか。誘われてんだ。ちょっと待って。まずは一通りな。初穂にはいつものように笑っていてほしいな。初穂の笑い声が聞きたいな。いつもの私に戻ったらな。けど今はもうちょっとだけいいだろう。うん、うん、ここも触れるん。はい、ここも触れるん。じゃ触っちゃうよ。おじさん触っちゃうよ。なあ、そう、はい、ちょっとだけ髪を撫でてもいいか。いいかな。ああ、いいぜ。私も撫でてほしい。撫でてほしい、撫でてほしい。はテンションが上がるんだが、撫でちゃうよ。なんか嬉しいな。安心するのにドキドキするぜ。ドキドキしてるぜ俺。どうしたの。じゃあ ほっぺたに触れますか。ああ、ひんやりして気持ちいいぜ。よくわかったね。なんだか嬉しいな。何、あと何がある。最後、はい、何か言いたいみたいだけど、何だろうか。なんだか胸のあたりが温かいや。こんな気持ちになったの初めてだ。実は当たってんじゃないの。けど違う。隊長さんよ、あんたはすげえやつだ。 あんたの言葉は私に力をくれる。私が何なのか答えてくれる。だから教えてくれ。私は何なんだ。アツホ、俺には君が。いや、これは違うし、これもちょっと違う。光景だよ、これ。女の子に見える。どこにでもいる。でも
ここにしかいない特別な女の子、それが初穂なんだよ。やっぱすげえな。なんだかグッときちまったぜ。ありがとうよ隊長さん。私は今すっげえ嬉しい。泣くなよ。さて魔法の時間はそろそろ終わりだ。今からはいつも通りの初穂ちゃんだぜ。お確かにいつも通りの初穂だ。なんか安心したよ。ま、ちょっとばかし心配かけちまったかな。けど、もう大丈夫だぜ。そうか、それじゃ、俺はそろそろ行くよ。あ、で、ちょっと待ちなよ、隊長さん。ん？そういや、私の胸にずいぶんご執心だったよな。え、やっぱりバレてた。今は気分がいいから、こんぐらいで許してやるよ。痛い痛い痛い。聞いた。目覚めた。それにしてもまさか初穂があんな風に悩んでいたなんて。今まで俺は初穂に甘えすぎていたのかもしれないな。いや、初穂の胸に甘えすぎていたのかもしれないな。これからは隊長としてしっかり胸を支えていこう。隊長さん、まだそこにいるなら聞いてくれ。今日はさ、情けねえ姿を見せちまったって思ってるけど、あんただから見られてもよかったよ。弱い初穂ちゃんだってあんたが受け止めてくれる、それが分かってとっても嬉しいんだ。だからさ、私はあんたを信じるぜ。それだけ伝えたかったんだ。じゃあな。初穂ありがとう。殴られたけど。はい。ああ。こういうのダメだよ本当に。もうおじさん自室に戻ってひと仕事しちゃうよ。あ、なんか光ってる。これはブロマイドか。おお、初代かな。帝国艦機団勝利の喜び。見事に強敵を倒し伝統のポーズを決める帝都花組。勝利のポーズ決め。っていうかあれだね、初代は結構いたんだね。 1,2,3,4,5,6,7,8 人もいたんだ。8人もいたんだ。おお、このブロマイドは昔の花組のみんないい目をしている。じゃあ多分実質に戻ったらなんか次に進みそうな気がするので、ちょっと短めだけど今回はキリがいいからこの辺にしておこうかな。なんか俺の心もね、なんか清らかになったし。なんか今日の疲れが吹っ飛んだようなそんな気がします。はい、じゃあまた次回、次は、自室に戻って休んで、まあ次多分次の日になるのかな。次はあれなのかな、その第2回戦とかになるのかな。ちょっと気になりますが、はい、また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。